ドローンテロー、コントローラーについてテローに関しては基本スマホの画面を使用して動かします操作方法ですが左スティック上下で上昇と下降、左スティック左右で左右旋回右スティック上下で全身交代右スティック左右で左右移動次回は素人が海でドローンを飛ばしてみたをお送りします